こんにちは。バンダーストームの高弘です。今回のテーマはこちら。 人気の出る NFT とは3要素プラスポイント解説。ということで今回は人気のある NFT に共通する3要素と持続的に成長する NFT を見極めるポイントについて解説していこうと思います。前回動画は概要欄にリンクを貼っておきますのでまだ見てないという方はぜひチェックしてください。ファンダーストームでは SMBC 日興証券チャンネルの中で我々のイノベーションに関する取り組みや NFT についての情報を発信していきます。ゼロスタートでもわかりやすいようにテーマを切り開けて随時アップロードしていきますのでぜひチェックして くださいそれでは早速本題に移ろうと思います。今では数も種類も豊富にある NFT の中で実際にどれか買ってみようかなと検討されたことがある方の中にはどのような NFT を買えばいいのかわからず迷っているという方もいると思います。せっかく買うからにはコレクション性があって将来的に優れた資産になりそうなものを選びたいのが心情です。またこれから群有割拠の NFT 界隈でビジネスを始めよう NFT を発行して売ってみようと考えている事業者の方はどのような NFT を生成するのがユーザーから喜 運ばれるのか実際に買ってもらえるのかという点は常に意識する必要があると思いますなので今回は買い手側と売り手側の両方の目線を意識してニーズのある NFT とはどのようなものかという点について考えていこうと思います個人的な見解も含まれますのでご参考程度に聞いていただければ幸いです人気のある NFT の3要素 NFT はデジタル資産であるものの一般的な商品価値の付け方と同じでこれらの3要素が重要です1つ目はユーティリティ2つ目はスキャシティ 3つ目はリクエリティです。ユーティリティとは有用性です。つまり、その NFT を保有することで、どのような体験、サービスを得ることができるのか、経済的なメリットを得られるのか、ということです。例えば、ブロックチェーンゲームのプレイでの利用や、NFT 保有者限定のイベントに参加できる権利、ヘアドロップにより、無償で NFT、暗号資産など、金銭的に価値があるものを受け取ったりなどが挙げられます。ディスコードなど、保有者限定の Web コミュニティのグループメンバーとして活動ができる体験などもそうですね。それらの体験が、 他でででは得るることができないものああればと言えますスキャーシティとは希少性です。欲しい人の数に対して供給量が少ない状態が NFT の価値を高めることもあります。ユーザーの購買意欲を高めるために発行者側は販売できる時期や数量を限定したり、以後同じものを再発行しない取り決めをしている NFT もあります。リクエリティとは流動性です。プライベートチェーン採用の NFT は管理者は明確ですが取引できる場所、コミュニティが限定されているため、 流動性が限定されるケースがあります。なので、流動性を確保するために幅広いマーケットプレイスやコミュニティで取引されるように、パブリックチェーンを採用する事業者もいます。ちなみに、ユーティリティとスキャシティに関しては、それぞれの要素を掛け合わせてレアリティという括りで語られることも多いです。また、いつでも売ることができるという観点では、短期で売買を繰り返すタイプの NFT ホルダーはもちろんのこと、NFT を長期保有目的で買った NFT ホルダーにとっても、リクイリティは重要なポイントであると言えます。 この3点は NFT の買い手側、売り手側ともに意識しておくべき基本要素になりますので、取引する際は事前にこの3要素を確認することをお勧めします。NFT の価値を左右するこれら3要素に加え、価値の持続的な成長が見込めるかどうかも重要なポイントです。例えば、IP の強さ。 運営側の SNS 活用やインフルエンサーなどを巻き込んだ情報発信力、コミュニティマネジメント能力、参加者を飽きさせない企画運営力を有しているかなどを見ておく必要があります。また、ロードマップを示しているプロジェクトについては、その進捗やスピード感も大事なポイントです。規模の大きいプロジェクトであれば、関わっている企業も確認しておくと良いかと思います。最後に今回のまとめです。有料 NFT の3要素として、ユーティリティ、 スケアシティ、リクイリティの3点が挙げられます。NFT のポテンシャルを図るポイントとしては、IP の強さ、運営側の SNS 活用、インフルエンサーなどを巻き込んだ情報発信力、コミュニティマネジメント能力、 参加者を飽きさせない企画運営力、ロードマップの進捗やスピード感、参画している企業などが挙げられます。というわけで今回は人気のある NFT はどういうものかについてまとめましたが、いかがだったでしょうか皆さんが NFT を取引、または発行する際の参考にしていただければ幸いです。今回ご紹介した観点以外にも NFT を評価するポイントはありますし、重視するべき評価ポイントはトレンドによって変化するかと思いますので、おののしっかり考えてジャッジしてください。ということで今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。 動画の中で少しでも分かりづらい点があれば、メールから遠慮なく質問してください。返信や QA 動画を通じて回答していこうと思います。また、こんな動画が見たい、ここを解説してほしい、などのリクエストも大歓迎です。これから SMBC 日興証券のイノベーションチームであるファンダーストームの最新の取り組みや、NFT に関する情報をどんどんアップしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた、次回。